今回のタイトルは米国証券取引委員会ウィップルの制度違反に賠償金を検討です。ぜひ最後までお付き合いください。ウィップル社とそのコミュニティは、同社幹部のブラッド・ガーリングハウス氏とクリス・ラーセン氏に対する SEC からの起訴取り下げに関して、現時点ではお祝いムードに包まれていますが、当局はまだ誇れる勝利を手にしており、それは起訴の取り下げを正式に認めたアナリサ・トーレス判事に送った書簡に示されています。SEC は書簡の中で、4月に予定されている予期された裁判はもう必要ないと述べましたが、ウィップル社が機関投資家への XRP 販売に関して、実際に証券法に違反したことを示す7月13日の判決の側面にも言及しました。これを踏まえ SEC はリップル社と面会し、判決のこの側面に関して潜在的な救済策を検討したいと述べました。しかし当局は書簡で11月9日までに有利な解決を図りたいとしています。規制当局はそうでない場合は裁判所との間で争われている状況についての説明を求めると述べました。規制当局が進めている解決策は、過去数年間に発生した訴訟費用に加えて数百万ドルに達する可能性のある和解を伴うかもしれません。今のところリップルと XRP が勝利。リップルの幹部らはコミュニティに対し、今回の勝利は和解を意味するものではないと示唆していますが、この選択肢を訴訟全体から排除することはできません。今のところ同社は7月13日以来の2つの主要な勝利をしっかりと維持することを選んでいます。第一にトーレス判事は、二次取引プラットフォームでの XRP のプログラム販売は有価証券に該当しないと指摘しました。この判決は XRP をコミュニティのメンバーだけでなく、取引所や業界で活動する他のサービスプロバイダーにとっても採用する価値のある資産として再位置づけするのに役立ちました。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。